ニューヒーロー誕生。 U-19 日本代表が初戦で勝利。全得点を挙げたフォワード神田相馬、自信になった。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。9月25日に行われた U20 アジアカップ予選の初戦、 U19 日本代表対 U19 トルクメニスタン代表戦は、慣れないキルギスの地での試合となり、入りの難しさも予想されましたが、日本が終始安定した戦いぶりで勝利しました。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事は激坂から。2得点で勝利の立役者となった U-19 日本代表は AFC U20 アジアカップ予選のグループリーグ初戦、トルクメニスタン戦を 2-0 で勝利。フォワード神田相馬、川崎 F が全得点に絡んだ。序盤から両サイドサイドバックの高橋ニコ C 大阪と本間ジャスティン横浜 FM からクロスが上がり、神田がうまく頭で合わせてシュートまで持っていった。そして前半22分に結果に結びつける。高橋が左サイドからクロスを上げると、ファーサイドで待ち構えた神田がヘディングシュートを叩き込み先制点を奪った。後半4分にも神田が見せた。ディフェンダー布施勝間、日大藤沢光が右サイドから上げたクロスを両足ジャンプで高く飛んだ神田が冷静にゴールに流し込んだ。試合後のフラッシュインタビューでは、難しいゲームになったというところで、自分が2点を決めて勝てたことは自分にとっても自信につながるゴールだったと手応えを語った。来年2月の U20 アジアカップにもつながる公式戦ということで、緊張感も漂う試合展開となった。神田はトルクメニスタンの印象を、自分たちに対してもすごく守って、カウンターも早かった、決して簡単に勝てるゲームではなかったと語る。リズムを作ってできたので、前半に取れて勝てたのでよかった。ファーストゴールを取ったことで試合を優位に運んでみせた。初戦で勝利した日本は27日のグループリーグ第2節でミャンマー、29日の第3節で開催国キルギスと対戦。10グループで戦う今予選で、各組1位と各組2位のうち上位5チームと、本大会開催国中国の合計16チームが来年2月の U20 アジアカップに出場できる。このように伝えています。この試合5バックで序盤からドン引きの布陣を取るトルクメニスタン、さすがに引いたこの相手から大量点を奪うことは難しく、日本はなんとか前半後半に1点ずつを奪いました。その2得点を挙げたのがセンターフォワードの神田相馬選手でしたね。神田選手は川崎フロンターレ所属の18歳、今季まだフロンターレのトップチームで試合出場はありませんが、その鬱憤を晴らすような見事な活躍。1点目は左を駆け上がった高橋ニコ選手からのクロスを頭で合わせてのゴール。2点目は右の後半交代で入った日大藤沢高校の布施勝間選手からのクロスに合わせての、こちらもヘディングでのゴール。別の記事では、先日退団が発表されたフロンターレのゴミス選手から教わったことが活かせた、そう語ったそうです。では次に、この試合に対するネットの反応を見ていきましょう。正直、ドン引きを徹底できる相手から点を取るのは至難の業。よく点を取って相手を引かしたまま試合を終わらせたのはすごいレベルにあるなと思います。神田くんの才能は抜きん出てるのに、川崎の鬼木監督は出場させない。レベル差があるから負ける相手ではないけど、決して解消とは言えないよ。高校、大学、ユース、トップチームと所属がバラバラの中でよく合わせられているなと思います。ポジショニング、判断、連携、この辺はヤングなでしこの方が1枚も2枚も上かなって印象。数年前のフル代表みたいな試合だった。トルクメニスタンのレベルがよくわからないですが、ゴール前を固めた相手に苦労したのは事実です。ただサッカーの内容自体は非常に良かったと思います。一つ二つ下の世代はタレント豊富だから、代表の座を奪われないようたくさん経験積んで力をつけてほしいですね。結果だけ見て一戦目にしたらこんなものだろう。今後に期待する。このメンバーの中で将来的に A 代表でも見たいと思ったのは神田くんぐらいかな。みんなうまいね。あの船越が監督ってのが一番びっくり。 U20 アジアカップに出るのに予選あるのか。最後ちょっとだけ見たら22番が激うまプレーしていた。
中島翔也の再来みたいだった。若い年代も年々強くなってるな。決めるべき時に決めとかないとね。神田相馬くん、ヘディングうまいね。様々な声があるようですね。初戦なのでこんなもの、ドン引きの相手にうまくやったという声や、もっと点が欲しかったといった声まで、この試合に対する見方はいろいろあるようです。いずれにしてもこの大会、日本はキルギスで試合が行われているグループ I の中で1位になれば、来年1月の本戦 U20 アジアカップ中国2025に出場でき、仮にグループ2位の場合、各グループの2位10カ国の上位5チームに入れば同出場権を得られます。もちろん2位の場合は出場権の獲得が他グループに依存してしまうため、 U19 日本代表にはぜひ1位通過ですっきりと本戦出場権を獲得してほしいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。